なるほどね、スキルツリーってこと。まあ闇の魔術でしょ、まずは。うーわー、すげえなー。このゲーム作った人、ホグワーツ・レガシー何を求めてるとか全て分かってる。これだけで買う価値あるよ、本当に。うわ、すごっ。これはね、もう2023年最優秀ゲーム大賞です、間違いなく。おい、戦闘はちゃんと楽しいのすごいよな。なんか世界観に浸るゲームかなと思ってたのに、完成度が高いゲームですよ、本当に。逆にね、なんか完成度が高くてね、すごい寂しい気持ちになるね。最近大味なゲームが多かったからさなるほどね。なんか結構戦闘シーン多いな今日。なんか全然戦闘なかったけど、今回とか急に戦闘だらけなんだ。あ、なるほどね、アクシオからのインセンディオなのか。うわ、爆散した。これマジ人に向かって撃ちて。エクスペリアムスで武器を奪う、知らねえよ。ぶっ壊すんだ相手を。あ、マジか。いいね、エクスペリアムスって。ぶっ壊せ。おれ、燃えろ。知らねえよ。そもそも話だろ。レベル5から才能ポイント1を獲得できます。え、もうレベル8なんだけど才能ポイントを使えば呪文を強化して攻撃力やステルスなどを上げることができます。ただし選ぶのは慎重に。才能ポイントの割り振りはやり直しが効かないので、獲得できる才能の数には限りがある。へえ、なるほどね、スキルツリーってこと。必要の部屋、ステルス、コア、闇の魔術、呪文。まあ闇の魔術でしょ、まずは。アバダ・ケダブラで敵を殺すと全ての呪われた敵が殺される。怖っ。戦闘凝ってるのマジですごいな。そっちに力入れてくると思わなかった。フォースモークもでも7章からの戦闘はめっちゃいいよね。よくない？あれが1章からできたらマジで評価変わってたと思うよ。多分戦闘はいいゲームっていう感じの評価になってたはず、少なくとも。お、ついに飛行訓練来ましたよこれ。それではまず中庭にある輪っかを飛びながら通り抜けなさい。注意するのよ。おー、すげえ、めっちゃ飛べるやん。飛行機は学校のものだからね。これブーストとかないの？ブーストとかできないのこれ。火吹けたりはしないのかな。あー、これ面白いいいね。おーれ、ほら、クイリッチだ。おーれ、畜生が。ライバルを蹴落としたらできないんだな。すげえ、移動範囲がめちゃくちゃ広くなった。飛行日和だね。これなら楽勝。ギリギリまで走れるかな、こうやって。うおー、すごっ。あ、古い船小屋だ。なんか GTA のあのヘリ思い出した。湖を渡ってみて欲しかったな。嫌な思い出だけど、それは。うーわー、すげえなー。このゲーム作った人、本当に上から見下ろすレガシー何を求めてるとか全て分かってる。そういうことよね。やべえ。マスクつけちゃうとなー。でもまあ、でもまあそこもまあ許容すべきか。いやー、やっぱマスクだけはちょっと外観外すかな、これさすがに。いや、これはね、ちょっと俺許せないわ。ちょっと違うわ、これは。今、攻めに合ってたんだけど。俺の中のこだわりとね。マスクだけはなしにしよう。よし。へぇ、いろんなのあるな。それは最高級品だよ。へぇ。でも値段全部一緒だけどね。それは最高級品だよって言ってたけど、値段それは最高級品だよ。なんかあるかな、相手が。あー、いって、なんだ、いて、いてって、いてって、え、ミーズルのヒゲは2、3クヌートになるな。2、3クヌート。ハニーデュークスで何か買うには十分だいいね、こいつの笑い方なんだよ、こいつ
っと一体何してるのよ。変人のポピーかよ。くだらないネズミの心配か。この子の名前はペルセポネよ。この子の名前はペルセポネよ。右のやつやばいな。おお、すごい、ダンジョンだ。閉まってる。なんだろうね、閉まってる。わあ。どうした。ガだ。面白い。面白くないだろ。ガ俺好きじゃないわ。ゴキブリとかより全然嫌いだわ。あー、そういうことね。わかった。こういうことじゃない。だからさっき覚えた。よし。いや、これすごいよな。これだけで買う価値あるよ、本当に。マジでこれだけで買う価値ある。やれることがね、多いからね、操作が若干あれだよね、複雑なとこは。インセンディオ。久々の戦闘シーン。うわっ、いえつねコーフリンだ。おれよ、当ててみろ。お前の仲間がどうなってもいいのか。ほらほら、はあ、動物も安全だ。最高感あるな、今のセリフ。夜になった。ハイリング、大丈夫だよ。行こう。その右の方のハイウィングは助けてもらえないの。かわいそうじゃね。え、いた。急いで。あ、ナオイ用のやつか。アルホモラ。ナオイじゃなかった、オナイだった。早く。え、乗り遅れた。おお、すげえ。映画のワンシーンっぽさある。あ、もうさけば来たんか。死の魔法撃ってくるじゃん。うお、すげえ。いらんね、用済みだ。うおー、すげえ。あ、ちょっとやばいって。あ、ちょっとやばい、ちょっと まずいって。置き去りされてんの俺だって。めちゃくちゃかっこいい感じだった。おー、これかっこよすぎだろ。うわ、すごっ。グラフィックやばすぎない、このゲーム。すごい、嘘みたいだよ。これはね、もう2023年最優秀ゲーム大賞です、間違いなく。マジですごいな。いや、絶対ノミネートは入る。ノミネートまではいかず、このゲームは間違いなく。資格なさすぎだよ。スカッとしたね。たまにバグが発生するぐらいな。自信がなかったよ。心配しなくてよかったね。PS5 も出てますね。ちゃんと計画通りだったんだから。手紙は見つかった。ハーローの手の中からお呼び立てさせてもらった。主人公の神が何も見たじゃなければもっとよかった。
It's all about humanity.